いかにもちょっと中国っぽい柄のダウンのちょっとコートっぽいのがあったよね。あれ誰が買ってた？え、店に並べとったやつ。中国、うん、だけどあのちょっとこう優しい色のダウンのコート。ああ、フィリピンの人たち、あの二人組。うんうんうん、ゼロね。寒いけね。あれね、ここが細いったいだけど、もうきついと、うん、私だけで、いかにも出て、あれあれでしたらさ、前なくなったりとかさ、お前それいかにも中国製って感じやもん。そんなんいかにもだよね。本当私嫌いじゃないじゃんって言うの、いやもういかにも中国って感じって言われたけどさ、あの不況不況やったら正しい。あ、そうちょっと、そんなにおかしくないと思うけどねとか自分で思えたけどさ、不況やったったよね。でなおかつ着心地もさ、ここが細いためにさ着心地が悪いって。だけ彼女たちみたいに細くて中に T シャツぐらいしか着らん人にとってはいいシルエットやけんさ、まああの値段やったらね。なんかちょっとあの私のためのリサイクルショップみたいな感じでね、私の部屋や私のこう衣類が片付くみたいな。なんか彼女たちさ、普通の中古品は嫌やけど、なんか私の中古やったら許せるとや。ありがたいね、そんな風に言ってくれるなんてね。お姉さんの中古だったらいいって。そう、ありがとうって。私もあなたたちが生かしてくれたら嬉しいよって。なんか可愛いよね、そんな風に言ってくれるってね。で、ね、島田君、これさ、また書け、なんかこんなキュート書いとけさ、こんな書類だったら一遍出したらダメって言われるかもしれんけんさ、ごめん、ちょっと一遍ダメ元で出してくれる？はい。で、もしこれダメって言われたら、ちょっとすいません、もう一回作り直しますので、すいません。で、大丈夫ですよって言われたら、これが控えですからって、ほら、納付者保管隊だけど、納付者保管の分やけ大丈夫っていうね。それでいいだったら大丈夫ですよって言われたら、いや、これで受け付けてもらえるなら構いませんって言って。うん。